で帰ってきちゃいましたね。出ちゃったか。まあちょっといろいろと懸念点はあるんですけど、まずはこれをすることにより合体モンスター側は何がいいかっていうと、一旦分100もらえるんですよ。合体モンスターは勇気溜まりにくいっていうね特徴を持ってるんで、ここで100をねノーターンでもらえるのは本当に嬉しいね。やめろやめろ。あった。勇者の更新。龍神王の剣になりましたね。はい。二の太刀を捨てました。ちょっとドラゴンキラーこの戦いにいらないんで。火炎撃が打てることがね、重要なんですよ。ゾマは火の属性に弱いんで、火炎撃がね、刺さります。で、炎の悪魔刺さるんで、打点は問題ないんですけど、この縛り一つ致命的な弱点があります。勇者を使った場合、B ルール、僕が書いてある通り、SP カードは鬼コンボのみって書いてありますよね。すいません。それ破ります。これはね、破らざるを得ない。その、どうしてもダメなんですよ。一人で12500を削るには、無心攻撃、バズズ、悪魔の騎士などを入れないと不可欠なんで、どうしてもこれは必要になってくるんです。これは許してください。ただしもちろん、ここから、ここからの戦いは SP なしね。他、さっきみたいに鬼コンボ、天使の歌とかはなし。はい。光の玉一回使用のみちょっと交換しないとね、話が進む、マジで進まん。で、つばぜりターンに一番いいのはここなんですよ。理論的に言うんだったら、つばぜりは位置が、いい。一番いい。位置が一番いいんです。ここに勝てば、だいぶ塩梅取れる。負けたら、あーって言います。よっしゃー！オッケー！これでかい！これでかい！危険な賭けなんですよ。向こうの勇気めっちゃ溜まってるし、こっちは緑でやらないといけないんで、かなり厳しい。あーれ、かわいい！かなり危険な賭けになるんですけど、多分この縛りだと、マジでそれじゃないとやってらんないっす。オッケーオッケーオッケー、結構飛んね。さあ、ここからが本番です。どうしよう、ウルタサンプ行く？貯めてもいいよ。割と貯めてもいい。打点足りると思う。コングヘッドと、主人公は打点取ってくれるんで、まあ、貯めてもよかったんだけど、せーのって、おーいしょ、あー、ちょ、待って待って待って、あー、うん、かわいい。さあ、二の太刀を捨てた理由は火炎撃が打てるからです。まあ、火炎撃でね、弱点取れるんで、だいぶ出ますよ。はい、オッケー！うん、オッケーオッケーオッケー、十分だ。貯めるでいいかな、これやったら。ここから大事。魔界の効果か。主人公が聖女の盾とか装備してたり、忍びの服避けてるんで、つけてるんで、避けてほしいところですね。オッケー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 、うまい。オッケーオッケー、大丈夫だ、大丈夫だ。オッケーオッケー。まあ、心臓はね、魔力の弾速度も速いんで、オッケー！順調ではある。4ターン目までの耐久が足りるかどうかだね。SP なしで。さっきみたいなね、天使の歌もない。あー、5つかどうか。オッケーオッケーオッケー。ここで5つかどうなら大丈夫だ。まだ。わー、逆転されてる！勇気。待って。勇気が逆転されてるの、地味まずくない？これ。ただ、1ターン目に、おっと！なるほどね！なるほど、素晴らしい！ 1 ターン目でつわずり仕掛けたのは間違いじゃないと思うんだけどなぁ。あそこの痛みでフルアタは回避しないといけなかったんだよ。オッケーオッケー、自分。ここでさっさかちゃん貯めてもらって、貯めて、あー、これ、とどめ棒だ。怪しい。このターンに、とどめ棒だが乗るかどうかちょっと怪しいですね。1300削りつつ、勇気貯めつつです。とりあえず誰も外しちゃいけんわ、これ。せーの、貯めるから、感激だ。うーん。オッケー、勇気が溜まったんだ。さっさか、多分お前、すべてかかってるかも。イケブルトスタンプ、せーの。うわー、ちょっとお前、どうなった。ああ。ちょっと待って。お前ら、もしかして、やっちゃった？やっちゃったな、それ。さっさかちゃん、3回外しだもんね。
3回外しするんやったらやっぱ初めから初段から食べれてよかったわ、マジで。あれはもう采配ミスしたわ。これダメだ。これはやったわ。ダメだな、これね。何が問題かって、仮にこのターン何、耐えたとしてですよ。耐えたとしても次のターンとどめきて終わりなんですよ。もう溜まってるんでね、向こうも。時短さ、勇者は立ち上がる。正直多分、手応えはあった。うん。手応えはあったんで、さっさか、大木るちが、まあ、ウルトラスタンプ当てるか、溜める連打でもいいかもなって感じですね。まあ、何より、今から大変なのは、痛めるつばぜ。これ確定で勝てるわけじゃないっすよ。勇気の差見りゃわかりますもん。僕、チマッとしか溜まってないっすよ、今。で、ここで僕が1ターン目に仕掛けますと、敵の勇気は半分くらいになるんですね。もう母数で結構厳しいんですよ。緑最大は基本も最低事項みたいなとこありますね。トン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 。おお、よっしゃー、オッケーオッケーま、割とね、まだ、心臓場は弱い時の方が多い。パターン的には弱いパターンの方が多い。おー、まあ、オッケーオッケーオッケー。オッケー、いい溜める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 。それすごいいい溜める。で、ここでコングヘッド炎のロックで、さっき結構出るのは分かってるからね。炎のロック、行ってこい、行くぞ。炎のロック、発射ー、はい。この打点が足りないってさっき言った時に、お前たちは一体何を、そしてなんでお前早いのよ。いや、主人公動いてからでよかったんだって。早いって。まあ、コングヘッドがありか。コングヘッド、今度はどうだ。いや、食べるからの会心で、めっちゃ出るからね。そういうこともある。おー、そう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 。一旦1000出るんだもんな。で、回撃で。これで700出るから、普通にね、強いんだよな。あ、食べるの強さが今分かってるわ。ちょ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 。おー現在2ターン目でございます。削ったね、たったの500でございます。サザエでございます。勘弁してくれ。どうなってんだよ、おい。ピロ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 。ピロ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 と。しかも下げられたらからどうしようもない。しかもさ、外してんじゃないんでしょ、下げられてんでしょ、よりによって。ゾーマの回避どんだけ引いてんだよ。怪しいなぁ。さっきより厳しいなぁ。これさっさか。頼むわ。貯めるからのウルトラスタンプ当てれば、かなり出るから。いやー、これ耐久も怪しくなってきたな。避けっかカード。よし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 、いい、避けてる、避けてる、避ける。主人公がね、本当にいい仕事してる。いけぞ、一撃滅殺、オーバークチーン、よいしょ、溜めてから当たるわけねえわ。あー、かわいい。あー、難しいな、これ。こうなると、このターンに絶対とどめを乗せるのは不可能だよね。だから、4ターン目の攻撃耐えて5ターン目も耐えるしか道がないわけだ。5ターン目多分さっき最高キャラで1000で飛んでったんでしょ？ちょっと外しすぎたね、君たち。これは。呼び声やばいよ。これ誰に飛ぶかも大事だな。主人公に多分行くようにしてあります。おしゃれ着で。そうだね。オッケーオッケー。避けるかもしんない。そう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 、あるね、これ。多分、おしゃれ着全くつけない状態だと、コングヘッドとかに身の守り低い連中に飛んじゃうんですけど、さすがにね、いじってあるだけあるわ。おしゃれ着最強、よけろ、オッケー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 、ある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 、全然ある、まだ全然あるね、これは。まだまだ全然あるわ。オッケー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 。炎の句、いいよ、ある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 、すごいぞ、あるぞ、これ。まだある、まだある。2連ガードのおかげで、命つながったわ。で、このターン。お願い、頼む。このターンだな。このターンに一応お互い溜まるんですよ。つうことはとどめの一撃つばぜで、まずさっさか頼む。いけよ、お前一回当ててる。諦めないぞ、まだ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 、なんかまだなんか、あれ、ね、700の、いや、いける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 、諦めんな、いける、諦めんな、諦めんな。コングヘッドに全てがかかったってこと？コングヘッドに、ワンチャンコングヘッド、今何だったっけ、いけるか、ギリギリ、まあ、主人公ならまあいいとして、お、頼む、おさるさん、頑張れ頑張れ、ウキー、
張れ、ウキウキ頑張れ頑張れ3349か乱数じゃん超乱数それやばいやつやんか乱数なんだよそれ。それ落ちるかわからんぞ。まあ、信じよう。乱数か。まず、この、緊張感あふれる、とどめの一撃つばせりゃいいから、マジでかよ。まずここ勝たないとね、まず何もできない。まずここ勝ちます。ここ勝って、乱数引くしかない。最高乱数。いけ勝ってくれよっしゃよっしゃ頼む頼む最高ランス3349は一応とどめの一撃やまびこの悟りのみ3350のランスがありますランスプレで3348引いたら負けとどめの一撃が幅あるんですよ4ぐらいあの上に下にぐらいあるんですよで3348を引いてしまうと負けますそうすると、あの、努力は無に帰ります。中乱数引けばいいんですよ。うわぁ、食べたれてるぞ。これ、多分一番死んだいまで熱い戦いになっちゃう。頼む、決めてくれ決めてくれちょっと祈るわ、マジで。頼む、や、宿屋の人たち頼むよ。1足りないわ、やめろよ。頼むぞ、お願い。最終奥義、これダメだったら最終奥義つけなきゃいけないいけ !3351 よコーランスコーランスやったやったまるでドラマの最終回か試練の9番勝負では欠番となってしまいましたなぜかっていうと多分大会モードで先走ってね大魔王カードあのね黒ブレの優勝カードをかっさらうようなねあの極悪非道なね魔王だったんでそうメルカリに黒ブレの優勝カード出したことで有名なデスピサロの登場ですおー今黒ブレのカード3万ぐらいで大会優勝カード3万ぐらい売ってるよどう買わない白目デスピサロにね苦渋を舐めさせられてしまいましたよ我々も我々なのか鬼コンボ一体って我々なのかなリベンジしましょう白目にね、白目のデスピサルには確かに負けてしまいました。お米、リベンジというね、言葉をご存知ですか行きましょう。オーラが違う。今日オーラ違うもん。なんかちょっとエフェクトかかってみる。なんか、オーラが見えんな。おバカのオーラ。唯一、通常攻略ではですね、デスピサルは5ターン目は確定特技です。はい。なんで、鬼コンボが5ターン目まで耐えることができれば、確定防御できるんで、実質攻撃可能は4回で済みます、最悪。4回耐えれるかどうかっていうのがかかってますね。さあ、まずここがね、フルアッタ、天地雷鳴家、まずいなそれは、オーラブルードまずい頑張れ、鬼コンボああ、まあ、なんかおとなしめ。指導とかゾーマがえげつなかった分、なんかちょっとおとなしめに見えてきた。まあね、世の中にはね、おやいいかもよ連続、ウルトラサーブ2回目はいオッケーまあ、よく今会心出した。オッケー、あるよいいですね。あるよ全然ある。今の1会心はマジでかいかもしれん。あー、これもまずいなー。もうてか、だいたい属性攻撃全部まずいんだよ。てか、お前。避けろ頑張れ頑張れいや、オリコンも頑張って。お前、全部、属性、大体全部ダメだもんな。もう、なんか、竜王の時に言ったけどさ、全身弱点、まあ、雪王みたいな存在ですよねって言ったけど、お前も相当雪王みたいな存在だろ。なんだったら雪の方が強えよ。雪のは強いよってね、とことん強えんだよ。ラグとか。うん。で、ここでは、まだ使えません。凍てつく波動を使う可能性もあるんで、ちょっとここでひよっちゃいけないんですよ。ここでひよるわけにはいかない。もう最悪5ターン目まで待ちましょう。ワンチャンあります。大魔王、おその夢を見せてくれるってだけだよ、お前はよ。おっと、相手の攻撃、夢を見せてくれる。ここで鬼コンボは開いと、耐えてくれる。気合で耐える、うわ
3、確定3発。雪の王、確定3発。